それではエンドトゥエンドシーケンスラベリングバイ、バイディレクショナル LSTMCNNCRF という論文を今回紹介します。これが一応現段階でその系列ラベリングにの、ステートジアートと言われている論文ですね。なんか、前回少し話はあったんですけど、で、イントロダクションです。系列ラベリングのタスクっていうのは、構文解析や、言語理解にも結構重要なタスクとして、ポスタグや NER を組成としているような研究もあるというふうに、割と重要な位置づけをされていると。で、今回提案するのがそのエンドトゥエンドということで、一切その、ニューラルなので一応分散表現は使うんですけど、それ以外のもう前処理を一切必要としないモデルということで今回は提案して、その再生ステートジアートの、パフォーマンスを達成したという論文です。でも従来のモデルとしては、カクレマロフモデルや CRF を使うようなものもあるんですけど、それにはほとんど完全に人手によるリソースっていうのに依存していて、それは結構ドメインやタスクに、もう最適化したようなリソースなので、それにで、例えば NER やポスタグを共有して使うといったようなのは困難だったりします。で、関連研究では、ニューラルのモデルもあるんですけど、それも結構外部のリソースを使っていてするのして、それに対して今回はその外部リソースも一切なく、かつ、ステートオブジアートを達成したという内容です。で、今回その提案したニューラルのモデルっていうのが、バイ STMCNNCRF というもので、その向こう側から、それ向こう一応向こうの、図1がそのキャラクター CNN をしているところなので、そのキャラクターベースの CNN をして、キャラクターのエンベディング情報っていうのを作っているものです。で、真ん中の図が、それに対してさらにワードエンベディングを結合して、by LSTMCRF として予測をするモデルです。で、ワードエンベディングは今回グローブの、ウィキペディアから学習したものを使っていて、その他細かいパラメータっていうのは以下の、ハイパーパラメータは以下の通りで、今回ポスタグと NER において実験を行っています。で、データセットなんですけど、ポスタグはこの WSJ で、 NER はこの NOL2003 というものを使って実験を行って、そのレイヤーごとの効果っていうのも見るということで、そもそも CNN がない状態のものや CRF、レイヤーを書くごとに除いた状態のやつを比較していって、これを見て もう CNN と CRF っていうのは、何かしら、精度が上がっていくので、何かしらの、効果はあるということを確認ができています。で、次にポスタグと NER についての関連研究との比較なんですけど、一番下が今回の提案しているモデルでの数値で、向こう側がポスタグのデータなんですけど、ステートジア、一応他の関連研究よりも一番高い精度を出したと。で、NER においても、高い精度を出してて、この印がついているやつっていうのがそのニューラルのモデルになるんですけど、他のニューラルの組成においても高いですし、その CRF でニューラルを使わないモデルにおいても、外部リソースを使っているんですけど、それに対しても外部リソースなしでのモデルで、今回は高い精度を出しているというふうな結果になっています。で、その他細かいところでアウトオブボキャブラリーエラーのについてなんですけど、今回その末を少し細かくアウトオブトレインボキャブラリーで、トレインデータにないけど、バリデーションやテストにある単語や、エンベディングがそもそもない単語で、そのどっちもない単、ボキャブラリーというのをそれぞれ統計を取ってみると、当然何個かは単語としてはトレインにもエンベディングにも存在しないのも存在すると。で、それごとに見てもやっぱり CRF がついた方が、全体的に精度としては高いということで、CRF を使うことで、多少は未知語にも強くなるモデルになっているというふうに
言っています。で、まあ、まとめなんですけど、今回系列ラベリングのニューラルネを提案して、まあ、今回最先端のパフォーマンス度を達成したことで、今後の予定としては、一応今回は別々のタスクにしてるんですけど、それをそもそもポスタグも NER も全部同時にマルチタスクとしてて、まあ、モデルを作って、まあ、それによって何かしらの、まあ、中身で共有することでもっと精度のいいモデルができるんじゃないかっていうのを考えていたり、その他ドメインへの適用、まあ、ツイッターとかでどれぐらいの精度があるのかを確かめていきたいというふうに述べています。以上で発表を終わります。